はいどうもカッパー園長ですじゃあ最後はね、えー、この動画ではまあおそらくこの マスコミを使ったあまたこの日本国民ね祝福しないこの2人の結婚を祝福しない日本国民がおかしい的なまあ、こういう調子の記事もね結構目立ちますよね、うん、まあこの小室圭さん、小室眞子さん、えー、結婚への、えー、批判的な声にこれもね小室圭さんの名前はカットされてるんですよね眞、えー、子さん結婚への批判的な声に生まれて初めて名字を持った女性の門出を偏見なしになぜ見られないのか。 偏見だって。偏見とデマと誹謗中傷。ね。うん。お前らがおかしいと。ね。マスコミが言うとおりますわ。<laughs> そっか。俺らがおかしい。偏見か。そっか。あれは偏見だったんだね。へえー、10月26日、小室圭さんと結婚した、秋篠宮家の、もうこの辺はもういいや。えー、小室さんの母親の借金問題が解決されてないことなどから、国民の間には結婚に批判的な声もある。えー、なんだろこれ。作家の、えー 何これなんちゃらリリコさん、えー、はどう見たのかだって、うん、まあこの人の個人的な感想か。うん、なんかどうでもよくなってきちゃったな。ま <laughs> あいいか、えー。ここの K さんがニューヨーク州弁護士資格の試験に合格できなかったことが大々的に報じられた。もし自分が何かの資格試験を受けて不合格だったとして、それをニュースで取り上げられたらとてもストレスを感じるだろう。 <laughs> そもそも一般人、そんなことニュースに取り上げられねえし、えー、外を歩きたくなくなってしまうかもしれない。大抵の人がそうなのではないかと思うだってこの人一般人じゃねえし、すでに。ねえ、うん。 だって一般人っていう体を装ってはいますけど、ね、実態としてはだってロイヤル生活保護者のロイヤルチーターですよ。ねえ、何をおっしゃってるんですか。<laughs> そういうとこだけ一般人なんですからそっとしておきましょうよ。ね、試験に落ちた人をね、うん、そんなブー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 ,ブーみたいな。違う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 。<laughs> 全然一般人の一般生活してねえもん。うん。する予定はないっすよね。うん。 だってさ、これ結局あれだよね、このストレスを感じるだろうみたいなこと言ってましたけど、うん、そもそもがさ、ねえ、えー、言ってること,とやってること,との辻褄も合わねえし、筋も通ってねえし、ねえ、うん。 で、ことごとくね、この誰かのせい、何かのせい、この責任転嫁をする。うん。で、まあそういう人とね、調べりゃ分かっていたのに一緒になって、ね、うん、なんかこう、ね、結局どっちも一般人とか言いながら、全然一般人とかけ離れた、ね、随分インペリアルの生活をもうね、うん、享受し続けているじゃないですか。ね。 うん、だからもうこれ何本前の動画かで言ったかちょっと忘れちゃいましたけどねうん自由はね、うん、権利はね主張しますねでもこの義務は果たさないとそら通んねえよどう考えたって、うん、っていうのをなんかゴリ押ししているから、うん、結局こうね祝福もされねえしね指示もされないしね批判がこう殺到するんじゃないのだからそこが分かってねえんだよなそもそもがさうん だって仕事もしてないんだぞ <laughs>、ねうん。温かく見守りましょうじゃねえよ。うん、そもそもが、うん。まあいいんですけど。で、えー、なんだろう。まこさん、小室圭さんの結婚にまつわる騒動を見ていて、改めて人権について考えたと。<laughs> 始まったよ。<laughs> で、皇、えー、室の方々にも人権はある。皇、えー、室の方々だって、命と自由を確保して、幸福を追求する権利があるはずだ。えー、もちろん、小室圭さんにだってある。人権は生まれながらにして、誰しもが持つものだ。真子さんには好きになった人と結婚する自由がある、えー。相手が多少自分たちの思い描いていたタイプと違うからといって <laughs>。多少違うのか、そっか。<laughs> 誤差の範囲内だって、あれ。はははははは。 幅広で、えー、その結婚をやめさせる権利などマスコミにも世間にもないと。えー、ごくシンプルなことを私たちはつい忘れてしまう。えー、彼女には好きになった人と結婚する自由も相手の母親の借金問題であれこれと気をもも自由もあるはずだ。 正直に言えば私も結婚の第一歩の時に茶髪の小室圭さんの写真見たときチャラそうだと感じたし海の王子というミスコンの男性版のようなものに出ていたと聞いて自己顕示欲が強いのかもしれないなとも思ったと <laughs>。 自分だって若い頃はかなりチャラかったし <laughs>、自分の自己顕示欲に思い切り振り回されていたというのに、自分のことはさておき、皇室やそこに関わる人たちには、高い高い品位やお行儀の良さを求めてしまう。チャラい人にだって人権はある。当たり前だけど、なんかこれあれですね、いわゆる得意のこの <laughs>、このパヨ界隈の得意なこの論点をこうね、どん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 このね、違う方に違う方にもこう反らしていくパターンだよね、これね。うーん。 なんか、やる作家とかいう肩書きのやつって、なんかこんなやつばっかなのはなんでなんだ <laughs> 不思議ですけど、なんかそういうのばっかですよね。うん。で、皇室は自分たちの税金で賄われているんだから物申す権利があるという声をちょくちょく見かける。まるで自分がまこさんに給料払ってやってるかのような意識に驚くが、ね、仮にもし給料を払っていたからといって、<laughs> 給料 <laughs> なんの話してんだろ、この人。 えー、もしくは生活費を賄っているからといって、好きな相手と結婚する自由を脅かす権利など誰にもない。話はそこじゃねえんだよな。<laughs> 分わかって書いてんだろうけど、この人の場合は。えー、皇室の方々は国民の象,象徴として存在しておられる。日本という国を象徴し、日々この国の伝統を守り、行事を守り、精神や姿勢を守り、生きていらっしゃる。ね。そこだけなんか、あれなんだよな。<laughs> えー、オンとオフもなく、省庁としての務めを果たされているのだ。えー、私たちには想像がつかないぐらい大変なことだろうし、えー、時々は窮屈な思いをされるかもしれないと。<laughs> それなのに選挙権はなく、報道に対して反論もできない。えー、不尊は承知で言うけれども。 もし仮に自分の友人があの立場にいたとしたら、心が痛むと思うのだ。使える人は警護の人たちに生活を守られていることは贅沢とは違うと。ね、もう完全に話違う方に持って行ってますよね。まあ、あれだよね。ほら、よく、いわゆるなんかこう、あのとある半島のあの国のあの人たちと、もうそれにまつわるそれを擁護する人たちと、全く図式一緒だね。 うん、当事者も、この援護、っていうか、擁護する発言する人たちと、ね、やり口がもう全く一緒だな。<laughs> そういう話をしてんじゃねえんだけどな。うん。で、えー、マコさんと小室圭さんの結婚会見には、それらしい華々しさもおめでたい雰囲気も全くなかった。 えー、これから二人で新しい生活を始めるという決意表明とでも言ったらいいだろうか会見を国民に単価を切ったと評していたのを見たけれどあれを単価と言えるだろうか精一杯の反論だったかもしれないが私はそんな印象を受けなかった、えー、生まれて初めての苗字とパスポートを持った女性の意思的な門出をもう少し偏見なしで見られないだろうか偏見か <laughs> そっか <laughs> ねうん まあなんかあのね、この借金とかうんぬんかんぬあのね、ことごとくね、この嘘ついて回ったうん。ね、未解決の。あれもやっぱ偏見なのか。そっかそっか。っか <laughs> で、堂々とね、私はまこさんを愛していますと言った小室さんに、もうチャラさは感じない。 えー、二人とえー、以前より大人びた雰囲気になっていた、えー。そういえばかつて婚約解消会見でその理由は愛情がなくなったと言い切った有名人がいたのを思い出した。いろんな事情があったのかもしれないが、公衆の面前で、えー、そう言われた女性は随分傷ついたはず。しかしいつまでたっても謎なのは母親の元婚約者の交待具。なんでそこ,のそこに行くんだろう。母親の元婚約者の交待具 えー、プロフィールはおろか、名前すら報道されず、弁護士ではなく、週刊誌の記者だという代理人を通して、自分の都合のいいタイミングで伝えたい情報だけを出してくる。へ、えーそっちを責めてるんだ。へ、えーさっさと返して片付けちまえばいいのに、そういう話じゃないんだね。 で、この方の方が真子さんよりよほど守られてると思う、えー。代理人の人は随分と権力をお持ちのようだ。だたい400万は大金だ、えー。一度は婚約までした女性に随分時間が経ってから、それも、ご子息の婚約のニュースがあって返済を求める前に解決できなかったのだろうか。そこ <laughs> <laughs> マコ、えー、さんに限ったことではないけれど、えー、私たちはメディアに出ている人たちをあまりにも簡単に傷つけている。お、いや、結局最終的には、あれか、ね、日本国民が悪いっていう、そこでまとめるつもりだ、えー。セレブリティは鋼のメンタルだと何の根拠もなく思いすぎている。えー、なんかちょっとでも上げ足を取れることがあれば、まるで自分の鬱憤を晴らすかのように上げ足を取り続ける。他人の幸せが欠けたからといって、自分が幸せになるわけでもないのに。 とまあなんか甘春リリ子さんっていう作家の方がね、えー、そうおっしゃってますけどもね。うん。まあ見事なあれじゃないですか。ね、えー、論点ずらしですよね。うん。まあこういう記事はほら、もう一個のチャンネルの方でもね、もう散々見てきましたからね。うん。違う違う。そういう話してんじゃねえんだよ。ははははは。ね。 うん、すごいね。元婚約者が交代偶じゃなくて、これまで交代偶受けてきたのは小室圭さんでしょ <laughs> ?400 万円。時間経ってんのはいつまでも返してねえからじゃねえかよ。<laughs> 何言ってんだ、うん、いやいやいや、じゃあ近年でもさ、ね、この女性皇族黒田さん、ね、森屋さん、ね、初めて苗字を持ったけれど、ね、祝福してるじゃないですか。国民は全員、ほぼ。ねうん。誹謗中傷 <laughs> それは誹謗中傷はいいことじゃないでしょうよ。ねでもお世話になった人の 借金を贈与だと言い張って、ね、隠して録音までして、ね、踏み倒しにかかったり明らかに皇族皇室利用し留学しその間、ね、いじめや彼の母親の遺族年金不正受給や労災問題とかさまざまな現実問題が事実としてあるわけですよね事実を指摘してるんですよね、うん、デマを元にした誹謗中傷で片付けられても困るんだなうん いや、問題があってもね、ね、彼らがね、人としてのこの恩義とかさ、誠実さとかさ、真面目に生きているこの姿勢、ね、セリフじゃダメですよ、ね、うん、行動、で、それに伴う結果、ね、そういうものがさ、ね、そういうのがあれば、語らずともさってこう見えてくるわけですから、そういう積み重ねって、ね、うん。そういうものがあれば、ね、そもそも誰も反対なんてしてないんだよ。 うん、その辺をね、なんかうやむやにして、っていうかもうそもそもこのね、この甘春さんは触れもせず、ね、かわいそうかわいそう、国民がね、偏見だ、みたいな。何言ってんだ、こいつ。<laughs> 話になんねえだろう。うん。だから結局、このね、この皇室の人たちのね、これまでの振る舞いと、ね、うん、だからこのマコさん、以前、 とこのこさんからね全然大きく違ったわけじゃないですか。一緒じゃないですよね。うん、だって本来会見でねこの冒頭に、ね、この上皇ご夫妻、天皇皇后両陛下、ね、秋篠宮ご夫妻に対しても感謝の言葉もね、うん、かけらもなかったよね。みじんもなかったじゃん。ね、自分たちが言いたいことだけ言い,言い捨てて、ね、もう今日から私は一般人なんで、ね、今後記者会見にも、ね、質問にも答えませんし、会見にも応じませんみたいな。 そんなことをね、こ吐き捨てて去ってったわけですからね。うん。誹謗中傷じゃないですよね。うん。自分たちにとって都合の悪い、ね、気に食わない、聞きたくない事実の指摘。ね。うん。そういった一切合債もすべてね、このデマを元にした誹謗中傷で片付けられるのは、それはね、通らないっすよ。まあ、この400万云々の件なんかは、特に個人的にはね、4年もかけてですよ。400万の借金について、進展が何も見られなかったこと。 これだって元婚約者の人のせいでしたっけねとっとと返してない小室圭さん側の話でしょねこれが全てじゃないですか。借金じゃないという言い分すら証明できてないんですから。うん。4億じゃないですよ。400万ですからね。でもそのおかげでこの出会いがあったんだから、感謝して返すのが筋なんじゃないんですから、僕だったらそうしますけどもね。うん。そもそもね、この記事がね、うん、この記事こそが偏見に満ちてるよ。 このアマカスさんの偏見に満ちてるよね。うん。ね、日本国民が求めているのはね、うん、この誠実な姿ですよ。彼らへの。 ねうん、国民からの疑問を、ねうん、根拠を持って説明していただきたいだけ。ね、時間は随分あったはずじゃないですか。ね、されたのは説明じゃなく自己主張、自己弁護、自己正当化。で、最終的にはね、うん、祝わない、祝福しない、ね、お前らが、ね、デマをもとに、ね、誹謗中傷してきてこっちは病んでんだっていうね。そんな話だ、ね、そんなセリフだけですから聞かされたのは。 <laughs> ね自由を求めて功績離脱された。ね、それはご自身の意思でしょ、ね、それでもなお、この皇室の意向とか特権を、ね、この受け続けているのは誰が見ても明らかな事実で矛盾してるじゃないですか。ね、会見で、ね、すっとぼけられて、ね、嫌な気持ちになったのは事実ですよ。ね、それを偏見と言えますかね違いますよね。それこそね、この記事こそ偏見ですね、甘春さんの。 200%偏見ですよね。うん。ね、自分の意思にそぐわない国民をね、敵視したね。うん。結局、誰かさんたちと一緒ですよね、この記事書いてる人が、そもそも。ね。うん。まあ、この手のほら、問題をすり替えた記事がね、異常に多いのは、もう我々日本国民はもうあ、ある意味慣れて、もう知ってるんでね。こういうやり口はもう通用しないです。うん。むしろね、逆にね、うん、当事者の立場を悪くするだけって、このマスコミ、メディアの方が気づいてないんだよな。うん。 まあこの結婚に否定的な考えを持っている人の多くは、結婚相手の母親本人のさまざまな疑惑,疑惑やね、この皇室の不透明な資金の流れ、ここですよ。うん、加えて多くの国民に対してね、このあの攻撃的な会見、ね、あれがまあ決定的になった一つのきっかけじゃないですか、うん。まあマスコミなんかが何らかの力でこの好意的な報道をいくら垂れ流したってね、ね、うん、もう2人に対する祝福なんてこれ以上増えることはないんじゃないですか。 うん、まあ一連の出来事でね、うん、もう皇室そのものに対するこの敬意が薄れていくことが心配だって言ったじゃないですか。うん 心配するね、そういう記事を出してくるんならまだしもね、こんなね、偏見に満ち満ちて、ね、そもそも話はそこじゃねえよなんていうことをね、うん、国民のね、この偏見だなんて言ってのける、こういう記事はね、むしろ逆効果なんで、やめさせた方がいいと思いますよ。うん、どこの誰が指示飛ばしたか知らないですけども。ね、まあだから今後我々日本国民の関心としては、この宮内庁やね、この秋篠宮家はね、どのようにね、この納得のいく説明をしてくるのかなっていうところです。 まあ多分ないと思いますけどね。ということで今回は以上ですありがとうございました。ではまたごきげんよう。